では激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京東村山市にありますラーメン本舗丸美さんにやってもらいました。こちらですね、まあいろいろなラーメンがあるんですけども、なんとこちらに激辛ラーメンがあるということで今回やってもらいました。そちらがですね、地獄ラーメンということで、辛さがね1丁目2丁目3丁目と分かれてるんですけども、なんかね3丁目一番辛い、3丁目が一番辛いんですけれども、3丁目をまず挑戦するには2丁目をね食べなきゃチャレンジできないということで、3丁目に関してはもう1人しか食べられなかったということで、2丁目に関してはね皆さんもう2丁目食べきれずに断念してという結構ヤバめな辛さでございます。それではね早速中に入っていきましょう。レッツゴー。東京東村山市にあるラーメン本舗、一番人気メニューは昔ながらのスープが美味しい東京ラーメン。開店してから約40年近く経つ町の人気ラーメン店だ。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。まずは油を敷いたフライパンにニンニク、生姜、野菜などを入れて炒めていきます。野菜はニラ、キャベツ、人参、キクラゲが入ります。続いて旨味たっぷりの鶏ガラスープを入れ、激辛唐辛子ハバネロの粉末を山盛り2杯投入。ハバネロの辛さはタバスコの約100倍の辛さを誇ります。続いて醤油だれの返しを入れ、鶏の油、チー油とラー油を追加。その間に麺を茹でます。茹で上がった麺を先ほどのスープと合わせグツグツ熱していきます。最後に器に盛り、ネギ、糸唐辛子をトッピングしたら完成。地獄ラーメン2丁目のお目見えだ。今回もね、勝手にセルフチャレンジということで20分以内の完食を目指してちょっと頑張りたいかなと思います。あんまり長くなっても大変かなと思うんでね。いただきます。じゃあちょっと、せいけん、ちょっとスープ一杯だけいってみようか。マジっすか。一杯だけ。赤いですね。ありがとうございます。え、限界マジ、やばい、声出なくなるんですよ。俺いけると思う。ちょっと、わかんないです。マジっすか。頑張ってください、はい、いける。俺見せちゃうから。強烈ですか。蒸せますよ。頑張ってください。強烈だ。何か蒸せますか。すごい。できるかな。じゃあいきます。結構ハバネロの香りが。速攻性抜群ですね。辛い辛い気がする。まあでも美味しい。ただ声が、ジョニーさんの声がちょっと出てないんで。もうこれすごいよ。いや、2丁目でも十分辛いわ。これはえぐいぞ。えぐいな。今日3から頼むって言ってましたよ。うん、2からでよかったわ。3からとんでもないだろこれ。2からでもこれ多分スープきついな。ここ最近食べた激辛でトップレベルだ。
色がめちゃくちゃドロドロなの分かる。スープを考えるとこれはやばい。なんか無理かもしれない。ちょっとやばい。麺は完食しよう。マイケルさんも見たんですよ。いやマイケルさんやばいからびっくりしました。名古屋びっくりした。あれ食べちゃうんでしょ。すごいバグってる。いやじゃあそもそもこれは完食を頑張っていただいて、私もね修行してる身ですから、はい、麺はもう残すところわずかですね。いや一見これ丸みっていう 店名ですけど、かわいいですよね。かわいい店舗で思いきやこれとんでもないですよ。すごく、うん、いやすごい汗が、あれあれあれ、これもちょっと止まんない。ギリギリだ。ギリギリですか。麺すら食べきるのギリギリだ。すごい麺と具材に絡みつくわけですよ。半分残り、はい、半分です。麺はとりあえず具材それでラストですね。いや辛そう。野菜が染み込んでますね。ちょっと切ろう。後からダメージがきつすぎる。辛いけど、うまい。限界の辛さの向こう側にうまみが待っていると。それを感じることできるんですかね。笑顔できます。辛いは辛いとも読みますけども。なるほど。その辛いという感じ、辛いという幸せですよね。やめろ、先に言うなよ。コメントでそうならないぞって言われてました。やめろよ、なりますよ。なりますか。なります。時刻15分経過で5分残してタイムアタック。お疲れ様でした。喋れない、声も出ない。おお辛かった。ごちそうさまでした。これは辛い。これはギリギリの戦いだった。うわー辛いな。これめちゃくちゃ辛いですけど、元の味もしっかり味わいながら悶絶できるというね、激辛ラーメンでございます。いや辛かった。やばいなこれ。いいもう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 いいふぅ、ええ、辛い。辛い。本日の辛さレベル発表していきます。ラーメン本舗丸美さんの自国ラーメン2丁目辛さレベル、じゃららじゃん、辛さレベル 8.5 です。 8.5 です。高い。この上があると思うとね、とんでもねえなと思いますけども、また次回来た時はこの3丁目行きたいかなと思います。今日も行きましょうか。本日のお便りということで、いろんなコメント来てるんで、ね、読んでいきたいかなと思います。ペンネームタピスケさん、おむつしてますかと。もうしてるわけないだろう。赤ちゃんじゃないんだから、バブバブっておかしいだろう。僕さんまず入ってます、はい、ああ
だから腹痛いわ。ペンネーム博士さん、カレーパンはスパイシーで辛いのがうまいよね。辛すぎると中山筋肉みたいにダーってやりたくなると。え、やりたくなる？カレーパン食べてやーってやりたくなる？なる？ならないでしょ。おかしいでしょ。また変なこと言ってたらちょっとよくわかりませんけども、はい、ペンネーム379さん、辛いの苦手だけどジョニコが食べると美味しそうに感じる、不思議と。ジョニコっていつから女になったんだ。激辛ジョニーですよ、男でございますってな感じでね、コメント読んできましたけども、今日はねちょっともうお腹がやばいんでこの辺で勘弁してください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。